DHC-89400 旅客機の主翼に装着された黒いゴム製の棒氷ブーツ B-17 フライングフォートレス爆撃機。主翼、垂直尾翼、水平尾翼の前縁に見える黒い線画棒、氷ブーツ棒氷ブーツは飛行中に着氷を機械的に防止する装置である。航空機の表面に装着されるが、一般的に最も着氷しやすく。 着氷した場合に航空機の性能に甚大な影響を及ぼす主翼や動翼の前縁に装着されている。棒氷ブーツは表面に貼られたゴム製の薄い膜でできている。着氷性の霧が発生し氷が形成されると空気圧システムが圧縮空気でブーツを膨らませる。この膨張で形成された氷に亀裂を生じさせ、この氷は風の流れで吹き飛ばされる。 その後ブーツは収縮し、正規の表面形状に戻る。この棒氷ブーツは古風な技術であり、いくつかの欠点を持ち合わせている。ブーツはたびたび交換しなければならず、棒氷ブーツの適切な手入れが重要である。ブーツに開いた、いかなる穴も空気漏れを引き起こし、これをなくさなければブーツは正常に機能できない。このようにブーツは、毎飛行前に綿密な検査を受け、 あらゆる穴や亀裂は修復されなければならない。防氷ブーツは、疑いなく数多くの人命を救い、着氷が予想される天候での飛行を可能にしているが、ブーツが着氷を飛散させるよりも、早く氷が形成されたり、ブーツが装着されていない、機体表面に、揚力や制御を危険なほど喪失させるような氷が、張り付くような角に厳しい着氷には、対処できない。 防氷ブーツは1923年にアクロンの BF グッドリッチ社により開発された。防氷ブーツは最も一般的に中型の旅客機で使用されている。大型の旅客機や軍用ジェット機では主翼の前縁の裏側にヒーターシステムが内蔵されており、これが常に働くことにより着氷を防いでいる。大型の民間航空機で通常使用されている。 制限条件のない別の棒氷技術には、電熱システムと、ブリードやシステムがある。電熱システムは通常かなりの電力を要し、一般的には大容量の発電機を通じて、これを供給できる大型の航空機に使用が限られる。ブリードやシステムは、エンジンの液ーストマニホールドからの高温の空気を利用したもので、高圧配管を通して、主翼や垂直、 水平尾翼の前園に放出している。ボーイング社が787の主翼に使用している、電熱棒氷システムと同社が提唱する、モアエレクトリックエアクラフトでは、電熱棒氷システムが棒氷ブーツや、ブリードやシステムよりも、民間航空機の分野では、より重要であると考えられている。ジェネラルアビエーションの分野のジェット機でも、ブリードやシステムに要する水力と、 燃料消費やそれの除去により、さらに享受できる利点についての効果の研究が進められている。ありがとうございます。